ジャパンアンバサダーの桜井日奈子です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。桜井さんにはサボンアトリエスパのオープンを記念して、本日の記念すべき初日に一日店長としてご活躍いただきます。ビューティーアドバイザーと同様に25周年の記念の特別なデザインのユニフォームを着ていただいております。桜井さん、ぜひ背中のデザインもご披露いただけますか。はい見えますかね。はい、ありがとうございます。正面お向きください。とってもお似合いでいらっしゃいますね。ありがとうございます。早速ですけれども、一日店長に就任いただくにあたり、今のお気持ちをお聞かせいただけますか。はい、一日店長は初めての経験になりますので、とてもドキドキしておりますが、大好きなサボンさんの一日店長ということで張り切って頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、桜井さんとのトークセッションに移りたいと思います。お願いします。お願いいたします。改めてお伺いしたいのですけれども、本日オープンするサボンアトリエスパ、ご覧になっていかがですか。はい、緑とあとお花がたくさんあって、本当に明るい空間で、なんかこう気分がワクワクするような空間だなと思いました。こう一歩足を踏み入れた瞬間からこうリラックスできるような感じと、あとはそうですね、それとはこうまた反対のなんていうか、こう高揚感というかワクワクした気持ちというか、そういう陽パワーというか上がる気持ちというか、そういうのにあふれる空間だなと思いました。エルサレムストーンでできたウォータースタンドの上にあるこちらの特別なフラワーシャンデリアは、日本で初めて登場いたしました。すっごく可愛いですよね。ありがとうございます。はい、なんかあちらにフラワーショップ併設されているということで、私お花が大好きなので、やっぱりワクワクしちゃいますね。で、このお花特別なものだとお聞きしました。はい、そうなんです。こちらのお花は長さや大きさが不揃いだったりして、本来は廃棄されてしまうお花、ロスフラワーに新しい命を吹き込む活動をしているリンさんとコラボレーションをした、サボンの初めてのフラワーショップもこのお店には併設しているんです。はい、お花を長く楽しめるようにと、ドライフラワーとしてアップサイクルしたフラワーブーケや、サボンの製品とセットにしたフラワーギフトボックスもご用意しております。なんだかロスフラワーだったとは思えないくらい、こう生き生きと華やかに咲いているので、でそれがこう楽しめるフラワーギフトボックスがこう販売されるっていうのは、ぜひギフトとして、自分自身のギフトとしてもいいですし、これから新しい生活が始まる方に向けてもすごくぴったりなプレゼントかなというふうに思いました。ロスフラワーをこうギフトとして広めていけるっていう、ライフスタイルに取り込めるっていうのはいい取り組みかなととても思いました。ありがとうございます。ではスパについてはいかがでしょうか。スパはびっくりしました。スパもですね、スパもびっくりしました。あちらの奥にあるんですけど、本当に特別な空間というか、で世界初なんですよね、そのスパが。本当にこう自分スパってこう毎日受けられるものではないというか、本当に特別な時に、とっておきの時に受けるっていう、そういうイメージがあって、でもしそのスパをあちらの空間で受けられたら、本当にもっと特別なものになるだろうなと思いましたね。でバスタブにこう使ってスパを受けるっていう、最初にバスタブに使ってから受けるっていう、なんかそういうのもあんまりこうないというか、珍しいというか、ああいったバスタブだったらなんか何時間でも入っていられそうだなって思いました。で私愛用しているボディスクラブ、とっても自分で使ってるだけでも気持ちいいんですけど、それをこう使ってプロの方がセラピストの方がマッサージしてくださるっていうのは絶対に気持ちいいと思って、私も早く受けたいなと思っています。
今回サボンアトリエスパのオープンを記念しまして、桜井さんに1日店長としてスペシャルキットを作成していただきました。それでは桜井店長、はい、キットについて説明をしていただけますか。はい、店長って言われてちょっとドキッとしちゃった、はい、サボンの定番の香りは8種類あります。でその中でもどの香りも素敵なんですけど、私が特にお気に入りの、ホワイトティーの香りの、ボディスクラブをはじめとしたボディケアアイテムをセレクトさせていただきました。25周年ということに合わせて25個限定で販売させていただきます。25セット限定なんですね。お選びいただいたホワイトティーの香りのお気に入りのポイントを教えていただけますか。はい、そうですね、ホワイトティーは爽やかでこうさっぱりとした香りなので、これから暖かくなる季節に向けてはとてもぴったりな香りかなというふうに思っています。こうそうですね、浴室中にこうそのホワイトティーのいい香りが広がって、朝はこうすっきりと気分をシャキッとさせて一日をスタートできますし、夜は贅沢な香りに包まれながらリラックスしながらこうそうですね、体をケアできるっていうところがお気に入りです。はい、ありがとうございます。さすが桜井店長ですねありがとうございますホワイトティーはサボンの中でも特に人気の香りで、はい、男性にもお使いいただきやすい爽やかな香りですよね。そう思います。桜井さんのスペシャルキットはロスフラワーのドライフラワーをセットにしたフラワーギフトボックスになっております。さらに桜井さんのサイン入りのお写真もついていて、たった25セット限定のまさにスペシャルなキットになっています。なんかいらないよって思われたらちょっとそんなことないと思います。つけさせてください、すいません続きまして桜井さんにはですね、はい、一日店長としてスペシャルキットのフラワーギフトボックスを作っていただきたいと思います。はい、前回も、はい、お花をこう詰めるっていうチャレンジさせていただきましたけど、はい、そうですね、今回はフラワーギフトボックスにお花を詰めていただきたいと思います。はい、本当に私はセンスがないのでちょっときっと素敵なボックスを作ってくださると思います。はい、頑張ります。はい、それでは桜井さんお願いいたします。どうしよう悩みますね。大きいお花からちょっと見る、はい、方がいいと思います。はい、ホワイトティーの香りをイメージした色合いのドライフラワーをご用意しております。そうですね、なんか白とか淡い黄色とかオレンジとか、はい、オレンジがアクセントになっていますね。こういうのはどうやって使ってるんですかちょっと大きなところに置かれてください、ね、ちょっとはみ出してきたりしても可愛いですね。そうですね、はい、どんなフラワーギフトボックスが出来上がるんでしょうか。皆様も桜井店長のチャレンジを見守っていただければと思います。最後の仕上げに入っていただいております。かわいいですね。完成しました。ありがとうございます。はい、では桜井さんにはお写真にサインをしていただきます。はい、ありがとうございます。とっても素敵なフラワーボックスが完成いたしました。お写真にサインもしていただきました。こちらの桜井さんスペシャルキットはサボンアトリエスパにて25セット限定で本日より発売いたします。
桜井さん、はい、このスペシャルキットはどんな方にご購入いただきたいですか？そうですね、私も大好きなボディスクラブをはじめとしたあのボディケアアイテムが入っているので、まだ使ったことがない方にぜひおすすめしたいですね。本当に使った後すべすべもちもちになるので、はい、そのすべすべもちもち体験をぜひしていただきたいです。はい、ね、サボンさんの製品はこう容器がとっても可愛らしいので、やっぱり使い終わった後っていうのはなんか私も小物入れにしてみたりとか、家に飾っただけでも本当に家が華やかになるのでいいなと思ってます。うん、さてそろそろ終了のお時間が近づいてまいりました。ここで3日後の4月2日にお誕生日を迎えられる桜井さんにサボンからお祝いの品をご用意いたしました。あれ本当ですか？はい、お用意しているのです。はい、ジョフレと畠山からお渡ししたいと思いますので少々お待ちください。え、聞いてない。あ、本当ですか？あ、Thank you! It's very heavy, I will carry it. Happy birthday! Thank you! Joyeux anniversaire!Thank you so much. すごい、もりもりだくさん。はい、桜井さん、改めて25歳の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、25歳ということで25本のロスフラワーと25点のサボンの製品をご用意いたしました。いかがでしょうか？こんなにいいですか？わー、すごい。本当だ、ハッピーバースデーひなこって、え、ハッピーバースデーひなこって書いてあります。見えるかな？見えますか？どうですか？はい、ボディスクラブの天面にエングレービングを施しております。やっぱり刻印されるとやっぱ自分のものなんだっていう、本当にこう特別感が増して喜びが一層高まります。ありがとうございます。本当ですね、世界に一つの私のボディスクラブです。ありがとうございます。桜井さんには秘密でご用意させていただいたんですが、はい、喜んでいただけて私もとっても嬉しいです。いや、びっくりしました。嬉しいです、本当に。はい、ありがとうございます。それではサボンジャパンアンバサダーとして今後もご活躍いただけるよう本当に楽しみにしております。ありがとうございます。もう、はい、精進してまいります。最後に桜井さんが、はい、サボンと同じ25歳を迎えられるということで新たにチャレンジしたいこと、そして今後の目標をお聞かせいただけますか？はい、そうですね、25歳、そうですね、本当にあっという間に25年経ってしまったなっていうのがちょっと正直なところではあるのですが、近いところで言いますと、もうすぐ主演舞台富男と百合子が開幕されます。4月この春の時期っていうのは私にとってすごく勝負の季節なんですよ。女優デビューした舞台も4月でしたし、去年初めてミュージカル出演させていただいたのも春でした。本当に春はこう私にとってとてもチャレンジの季節なので、なんか初めてこう主演で今回舞台立たせていただきますけど、そうですね、こう今まで積み上げてきたものをちゃんと発揮して成功させることが今の目標です。そして25歳はもうどんどん大人になっていっているので、こうサボンさんと一緒にもっともっと自分を磨き上げて美しくなっていきたいと思っております。はい、これから舞台も控えられているんですよね。はい、春はチャレンジの季節というふうにおっしゃいました。はい、とても桜井さんの活動を楽しみにさせていただいております。ありがとうございます。はい、それではサボンファンの皆様に一言メッセージをお願いいたします。はい、今回サボンアトリエスパオープンイベントに参加させていただきましたが本当に楽しかったです。こんなサプライズもしていただいてとても嬉しかったです。
はい、一日店長としてあのフラワーギフトボックス作りにもチャレンジさせていただきましたが、あのどうでしたかね。とてもあの出来はちょっと自分ではよくわからなかったですけど、ありがとうございます。あ、本当ですか。喜んでいただけて本当に嬉しいです。はい、サモンと同じ、25歳の1年も、どんどんいろんなことにチャレンジしていける年にできたらなと思っておりますし、日頃から製品を愛用しているサボンさんのことがさらにまた好きになりました。これからも、サボンジャパンアンバサダーとしての活動を応援していただけると嬉しいです。はい、素敵なメッセージをありがとうございます。私たちも桜井さんと引き続き一緒に活動していけることをとっても楽しみにしています。これにて桜井さんはご講談いただきます。皆様、桜井さんを大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。